はいえー、速軸のコブです今回はですね暗号通貨の詐欺に遭わないためのポイントが紹介されてますので皆さんと一緒に確認していきましょうビットフライヤーからの記事になります、まあ、よくね暗号通貨詐欺られたって言いますけども私からすると何で詐欺られちゃうのかなってすごく不思議なんですよね、えー、というのがどういった形で詐欺が来るかってことを知っていればだ、まあ、騙されないと思うんですよ それ以上に自分だけにねそんな有利な話が回ってくるわけがないと思わなくちゃいけないんですよねでどんなに信頼できる方もやっぱりね信頼するから騙されるってこともありますのでやっぱりコツコツと積み上げていくこと以外に大きな利益を上げる方法がないっていうことなんですよねでそのめんどくさいことをやりたくないから結局はこういった誘い話に引っかかっちゃうんですよでえっ、ー、と僭越ながらね私がね 資産を築いた時に、いや、こんなね、一足飛びに行くような方法で、そうしたんですかってことなんですよ。他の人見てもわかるように、こう、いきなりたまたま当たったっていうのはね、ほんと珍しいっていうか、ほとんどない。そんな奇跡を当てにするから、まあ、こういった話に引っかかっちゃうんですよね。うん。まあ、あんまり言ってもね、ちょっと私が偉そうに説教してもしょうがないんで、まあ、どういうふうに注意するのか、申し上げていきましょう。まずは、マッチングアプリですよね。 あの、SNS を中心としては、出会い系サイトとかね、マッチングする、今、システムっていうのが、スマホを開けば結構簡単に手に入るんですけども、そこにはですね、人を信用させるための、やっぱり罠がいっぱい仕掛けてあるんですよ。で、信用していただくために、様々なあ、こう、投稿がなされていて、それを見た人が一定数ですね、興味を持って連絡をしてくるっていうふうな形を期待して網を張ってるんですよ。 まあですので、こちらから連絡を取ったからといって、相手の人がどう信用できるかっていうのは、別の SNS とかをね、確認するとか、少なくとも、お相手のお名前で検索するとか、それから SNS でしたら、お相手の周りの人間関係も見えると思うんですよ。そういうところで慎重に判断して、金を返せとかね、金を貸せとかね、こういった金銭のやり取りになってきたら、ちょっと慎重になった方がいいです。ただし、 高額なものだと危ないんですけどもまあ少額のものとかはね、えー、結構気軽に取引できると思うんでそちらの方はそんなに警戒する必要はないんですがここでもまた一つね気をつけていただきたいところがありますまずは無料とか低価格のものを何回もやり取りすることによって信用を築くわけなんですよそして1年後くらいに大きな話を持ってくるっていうパターンもありますんでね ごごご用心ご用心でございますはい、えー、と対処法としては暗号通貨に関してはですね金融庁財務局への登録が義務付けられてますんでそれをしているかどうかってことをやっぱ確認するのがいいでしょうね。まあ、これを確認すると大体、まあ、詐欺を行おうとしてる人は登録なんてやってきてませんからおかしな理由付けをするんですよ。まあ、でも日本語くらいにおいて何らかの 投資を呼びかける際にはですねやっぱ登録の義務がありますんでそれがないってことは最初から違法に近いと考えていきましょう、えー、危ないですよ本当に危ないです <laughs> はいで次インターネットで取引される情報商材なんですよねまあキャッチコピーとしては昔からあるんですよ一日数分の作業で月に数百万稼ぐ 何万円が何億円になる投資法ね。これないわけではないんですけども、ただし何の採格もない人にはこういう情報は使えません。ですんで採格もないし、こういった情報もインチキ出しってことだったら稼げる方法が一個もないんですよね。で、繰り返しますけども、こういうものがあったとしても、それを扱える人があなたかどうかってことなんですよ。ですんで初心者が稼げるってことはありません。 初心者が上級者になるんだったら掲げますけどもそもそも初心者が上級者になる道ってのはかなり困難で長いですからでそういっためんどくさいことをしたくないからこういった情報に期待しちゃうんですよねまあねあの情報商材やアフィリエイト情報発信のプロとして言わせてもらいますけどもあこういうのインチキで作られてますからね本当にこう作っている裏側を見に行くとがっかりしますよそれこういうものをね 作ってる人がまずお金がないですからでひどいもんですよでこういうのをプロモーションする会社もあるんですようんいや本当に困ったもんですよねまあですんでねお金を払う際はやっぱり慎重になった方がいいですねはい次フィッシング詐欺ですねこれは、まあなたのメールアドレスその他の個人情報を抜くことによってえー、まあログイン勝手にされちゃうってことですよね 本来のログインするホームページとは違う似たようなホームページを出してくることもあります対処法は実在するね Google とかソフトバンクみたいな企業を装ったメールこれ頻繁に来ますからだから決してクリックしないでくださいあのクリックする前にそういった実在する企業からのメールや何かだと思ったらまず問い合わせますよ直接こちらから連絡して そこからでも遅くないですから。あと、電話番号などは検索すると、ここは詐欺サイトですよっていう風に垂れ込みがありますんで、電話番号で検索してみてください。はい、ICO ですね。もう飽きたと思いますけども、ICO は。ありませんからね、これはね。<laughs> ICO って聞いた瞬間にインチキだと思ってください。インチキじゃないにしても、ほとんどの ICO は下落の可能性が高くて、成功する可能性はほとんどないです。ノアコインやスピンドルって覚えてます ノアコイン、ンスピンドル覚えてま,すまあこれ以上は言いませんけどもね <laughs> はい詐欺的な投資勧誘ですよねあのこれとは同じじゃないかもしれませんけどもあのエクシア合同会社って皆さんご存知ですかねエクシア合同会社7年間ぐらいはなんか動いていたみたいですけどもねうんまあそれ以上は私言いませんけども近々 YouTube で エクシアの創業者が話してくれますよその創業者の方は今の代表の方を誘って2人で事業しようと思って始めたんだけども今の代表の方がねうんどうも信用できないっていことで早々に別れたんですよでそれからというものを遠くからそのエクシアっていう会社を見ていたんですけどもその方が言うには真っ当なことは一つもなかったと。 なのに営業はうまくいいってたそういった意味でねうんあのいかに人をだますかとかねいかに人は勘違いしちゃうのかこういった人間の心理についていろいろと学んでいくとたくさんのことが気づけると思いますエクシアって会社がどうなのか私はここでは申し上げませんけども近々全てを暴露する YouTube が公開されますそのような 話があります、えー、ただいまが6月10日の深夜3時ですけども、うん、まあ,あの夜が明けたらとかね1日2日以内にっていうそのぐらいのレベルで公開されますんでそちらの方をご覧いただければいいんじゃないかなと思います、えー、詳しくは私参加してるわけでもないんでエクシャのことは深くは知りませんけどもでもねいろんな内部告発がなぜか私のところに寄せられてるんですよで私の口からは言えませんけどもねえ もうすぐ YouTube が公開されるんでそちらの方をご覧いただいた方がいいと思います次ギブアウェイ詐欺っていうのがありますよねなるほどねこれもね私ね持ちかけられたことがあるんですよそれがね私の大好きなバンドでメガデスっていうのがあるんですけどもそのメガデスのバンドのリーダーのデーブ・ムスティンが SNS から連絡してきて楽器屋に行ってこのギターを買えっていうふうにね 連絡してきたんですよ。まあこれは詐欺というよりもいたずらなのかもしれませんけども、私もね、本人かなと思って舞い上がるわけなんですよね。うん。いやいやいや。まあ被害に遭ったらここに連絡してくださいってことが書いてますんで、ご連絡ください。えー、警察相談専用電話が911です。はい。じゃあ以上です。ありがとうございました。